ましょう。うん、完璧、はい、いいとこです。めっちゃ狙いやすいポジション。でも乗ってそうですけど、左。いやなんかそれはそれで怖い。それはそれで怖い。ちょっと左へ置くかもしれないけど。激パターが待ってそう。激パターかもですね。パターは得意ですか？めちゃめちゃ得意です。アプローチパターうまかったらもうちょっとなんかちゃんとゴルフできる。うちらから見てたらねそんなこと全く感じないんだけど。いやいやいや。でもだから自分の中でやっぱ他のクラブに比べると全然もう本当に安心感が違う。違います。うん、いやたぶん250ヤード打つよりこれ打つ方が嫌い。なるほどね。ぶっ飛ばす方が絶対簡単。今のパターの方がみたいな。はい、ベストスコアはいくつですか？ベストスコアは68です。おー、68、どこでとか覚えてます？サンヒルズかな。栃木。あー、わかるわかるわかる。一回行ったことある。辞める前に、一旦辞める前に QT のファースト、多分サンヒルズだったんですよ。2日目です。あ、試合で出したの？試合です。すごい。でも1日目が85とかですごい、それすごい。終わってんですよ、もう。どっちもすごいんだよ。終わったからだと思いますけど、なんかあれだよ、波乱万丈ですね。ね、そうなんですよね。1日あんま安定感がないんですよ、人生に。のし張ったり、ゴルフやめてみたり、次やったら320飛んだり、1日目85と出たら次の日68でベスト出たみたいな。すごいね、面白いですね。ありがとうございます。なんか吹っ切れちゃったのかな。でもそのプレー中も、うんうん、特別いいプレーをしたっていうより変なことしなかっただけっていう感じでした。急に OB 打つとか、急にショートパット外すとかがなかっただけで、185の時は全部出たって感じ。もうなんかもう誰って感じ。ドライバー OB だわ、ショートパットはちょっと出たって、はい、アプローチ読んないし、パター入んないし、はいだもんみたいな。嬉しいですね。色が変わってきますよ。なんかゴルフやってていい気がしますね。はい、滝ちゃんのクラブセッティングを取りたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ちょっと触って大丈夫ですか？どうぞどうぞ。まずドライバーがさっきこれかな、はい、使ってたやつ。そうです。何ですかこの？これ ANA ゴルフ。初めて見た。マイル交換で。へえ、かわいい。かわいいですよね。ドライバーが
これガラってたさっきのエスティバン。エスティバン。で、スペックが？8.5 です。え？8.5？ 8.5 です。8.5 度。はい。はい、SR。SR です。でグリップもエスティバン。はい。長さはさっき言った45.5。5.5。そこまで長くないですよっていう話ですね。はい。で次がピンの。ピンの。5番。はい。7番、9番まで入れてる。9番まで入ってます。おお、結構ウッド入れてるってことは UTT がないってことですね。UTT は1本も入ってないです。お、ピンの G400、あ、最新？そうです。410。最新のピンのクラブですね。スペックが、これも SR ですね。SR。はい。はい、なってます。純正ですね、ピン。純正です。はい。ユーティリティを入れない理由は？ユーティリティ私ずっと入ってないんで、でウッドも別に嫌いじゃないんで。わざわざ入れなくていいかなと思って入れてないです、うん、別にラフもそんなに、はい、売ってます全然ウッドでいいよみたいな、はい、でアイアンがバルドあこれまた 5,6,7,8,9P、はい、でシャフトがさっき言ったフジクラの MCI マジ90の S? 90S です鼻の穴広がるよやっぱ違うねスペックが50の R でも重いと思うの、はい、でその下がウェッジ48度、はい、52度、56度、はい、48がちょっとなんかこれ違いますけどこれクリーブランド、うん、ダンロップですダンロップ、ね、はい、であとエスティバンこれは売ってないみたいですまだ売ってないです今後はあるかもしれないよ、はい、エスティバンの52度、56度でスチール、はい、スチールです NS プロR 950かな950、はい、なってます最後はパターです最近それにしましたかわいいピンクですさきちゃんは一番似合ってるこれがかわいいかよかったですツーボールのオデッセイかなはいそうです合ってますオデッセイオデッセイのパターこれが一番さきちゃんらしいねまたちょっといかずにこれだけ見たら確かに男子うんはい以上14本ですかね、はい、14本です、はい、以上クラブセッティングになります、はい、さあ行こう、はい、ドラゴンのクラブ持ってきてもらったんでどう違うのかをねちょっと最終ホールちょっと広めなんで広くないか広くないですが振ってもらいます、はい、キャーわ音楽かけたいあーナイス何点何点あー82点あーまあさきちゃん的にはまだあれだけど結構いってますよあ、でも、あの時のが触れてるわ本当だまあでもね、結構距離は出てますよ250、もうちょっと旅行ってると思うランってるからはいあーはーまたね、後で振ってもらいましょうね85点の、あの85点なんで覚えておいてください怖いですねちなみにその、はい、数日前の試合は何回入ったんですか2級ですあー、じゃあと1級ちゃんと1級最後の1球になった時に、はい、どんな気持ちいやもう最初は3球外したんですよだからもう1球も外せないみたいな感じであそれきついね、はい、追い込まれてからだ、はい、で最後のやつ入んなくてああ打ち切れてでその日に同じ日にロングドライブの方の試合もやってるんですよ、うん、1球入ればいいああなるほどなるほどもうやっててでその試合が朝やったんですけどトップタイだったんです私、うんうん、もう一人274ヤードがいて、うんうんうん、だからサドンデスをそのもうひどかった試合の直後にやってる、はい、やるって言われて私は半切れでボールに名前書いて本当の自分の勝ちたかった方でひどかったからってことですよね、はいはい、半切れ状態で最初の4球かな、うん、3球か4球入んなくてまた1球入れればいいんですけどあと2球しかないから、うん、で私結構試合中叫ぶんですけど、うん、叫ぶの思いっきりあーって言ってちょっと想像つかないけどちょっと実際2球入りましたあ、本当、はい、よかった、ね、勝てました勝てました
ました。あ、よかったよかった叫んだら勝てた。叫んだら、向こうの計測に行ってくれてた選手の方たちが、さきちゃん叫んだって言ってたから聞こえたんだと思う。多分一緒に戦ってる人もいますよね。今考えたらちょっとかわいそうだったから。いやでも試合だからね。まあそうですね、まあ、あれはさ、唯一さ、はい、叫んでいい競技だし、そうですね、はい、叫んでいいゴルフですよね、うん、いや面白いね。いや本当といて欲しかったです、あの叫んだやつ、ね、叫んでまた取るわかりました。うん、あのブロッコリーより左でいいと思う。あ、OK です。うん、あの先の黄色の丸いチョンってあるとこ、あそこまで行けばもう残り100切ってくると思うけど、今ね、花粉のやつが強い。花粉が強いね。花粉のやつ強いですね。最終ホールですが、ブロッコリーが、第2ブロッコリーが第2ブロッコリー超えですね、多分。いやあのブロッコリー結構背高い。高いけど距離、でも逆にあれぐらいで良かったかもしれない。あれより前行ってると、あ、ブロッコリーの真裏に、うん、ブロッコリー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 のほらちょうど間だから、そうだ、ラッキー、良かった。ロケーションは綺麗です。ですね。はい。お、ちょっと乗りたいけど乗りそう。あれ、乗りました。はい、どうも。ありがとうございます。今日は右の日らしいです。今日は右の日。アイアンが右に行きやすい。ニンニク。ゲストが来ますんで、はい、ちょっとお楽しみに。楽しみです。本当は知ってるけど、お楽しみに、うん、知ってるけど楽しみにしておいてください、はい、うちにも1回出たことあるね。あ、そうなんですか。はいはい、クラブを作りにね、はいはい、あ、それ言ったらバレちゃう。あ、でもいっぱい行ってるか。クラブ作りにみんないっぱい行ってるもんね。クラブを作りに行ったところの、まあ、でもゴルフのプレーはね、もちろん初なんで。お、私もでもプレーするとこ見たことないです。なんですか。はい、なるほど。誰が来るかは後半のお楽しみです。皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、まあ、ゆっこが会場に行きます。インターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいということでたくさんのご応募お待ちしています。で、7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるので、こちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。で、もう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますので、ご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。